そしたら、この同じ東レのハリスですけど、こちらがスーパー、LEX ハイパー、しなやかさがあるハリスです。でこちらが LSE っていう、どちらというと張りのあるハリスです。どっちかっていうとやっぱりしなやかな糸を使う方が、これ人によって好みもあるんですけど、食いしぶった時には、しなやかな糸の方がいいです。でどちらかというと杭のいいような時、杭が立っているような時とか手返しを良くしたい時とかっていうのは張りのある糸の方が、使いやすいです。で何回も魚釣った後もやっぱり張りのある糸の方がこうどちらかというと糸がピンとしてますんで、こっちの方が使いやすいっていうのがありますんで、食いしぶった時、食いのいい時っていう風に、そういうような分け方で、使うといいと思います。